アニー・ハズラムは、イングランド出身の女性シンガーソングライター。プログレッシブロックバンド、ルネッサンスのボーカリストとして知られる。オペラ的なスタイルの歌唱法を駆使しての聖域は5、オクターブに及び、プログレ界でも最高峰の女性歌手として認知されている。ランカシャー・シューボルトンに生まれる。最初は、服飾デザイナーを目指していたが、 やがて歌手になろうと決心し、シビルナイトというオペラ歌手から歌を習う。そしてルネッサンスに加入し、アルバムプロローグでプロデビューを果たした。ルネッサンスでの活動と並行して、アニーはロイウッドと親交を深め、1977年にはロイをプロデューサーに起用したアルバム不思議の国のアニーでソロデビューを果たした。 1980年、ルネッサンスは一時的に解散状態となり、アニーは、ルネッサンスの中心人物であるマイケル・ダンフォードと、共にネバダというユニットを結成した。ネバダはシングルを2枚発表した後、ルネッサンスの元メンバーのジョン・キャンプがネバダに合流したのに伴い、再びルネッサンスの名義に戻る。ネバダとしてのオリジナルアルバムは発表されなかったが、2000年には、 シングル曲や未発表音源を収録したコンピレーションアルバムピクチャーズインザファイ e f i r がリリースされた。2枚目のソロアルバムスティルライフはロイヤルフィルハーモニー管弦楽団との共演によるクラシックの楽曲のカバー集で元エロアレンジャーのルイス・クラークが編曲と指揮を担当した。1987年にルネッサンスが解散するとアニーはソロ活動に専念する。 1989年発表のアルバム、アニー・ハスラムは、マイク・オールドフィールドのカバー、ムーンライト・シャドウを収録しており、同曲は後に再結成ルネッサンスのライブでも歌われた。1991年3月には、初の日本公演を行い、東京公演と大阪公演では、前年にアニーと共演した、ドバシ・アキオが、ゲスト参加した。1992年、 トニー・ビスコンティをプロデューサーに起用して4枚目のソロアルバムの制作に入るが、アニーが乳がんと診断される。しかしアニーは音楽活動を諦めず、治療を経て1994年にはアルバム、ブレッシング・イン・ディスガイズを日本で先行発売した。1995年、イエスのトリビュートアルバム、テールズ・フロム・イエスタデイにゲスト参加した。 1997年には自分のレーベルであるホワイトダブを設立し、翌年にはリオデジャネイロ公演を収録したライブアルバムアンダーブラジリアンスカイをリリース。1999年発表のソロアルバムザドーンオブアナンダではルネッサンス時代の名優マイケル・ダンフォードや後に再結成ルネッサンスのメンバーとなるミッキー・シモンズとレイブ・テサー等のミュージシャンを 曲作りのパートナーとして招いた。2000年代以降は再結成したルネッサンスを中心に活動している。ありがとうございます。